三軒世界のラジオ、皆さんこんにちは。魔王軍の参謀さんと勇者パーティーの賢者さんが幼馴染だったりする世界、ルームシェア1周年記念、バロム役斉藤相馬です。クラット役の石川海です。この番組はムービックが送る新たなるメディアミックスプロジェクト、メディアミックスプロジェクト、もう一回タイトル言いますから、はい、魔王軍の参謀さんと勇者パーティーの賢者さんが幼馴染だったりする世界、ルームシェア1周年記念、略して何、三軒世界の動画付き応援ラジオとなっております。うわわ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 。ということで、我々二人の新番組なんですよ、ね、だいぶ用途が被ってるような感じもありますけれども、まあ、とあるラジオとダメラジですよね、これ、ね、ダメラジなんですよ。いや、そうなんですよ。バックもバックって言うことあるんですけど、バックって言うとなんかまるで、ね、暗躍してるみたいな言い方ですけども、ね、ムービックさんがね、はい、ご協力いただいてと言いますか、はい、なんと言いますか、まあ、まあちょっとね、いろいろやっていこうということみたいなんですよ、はい、ご尽力いただいてなんですけれども、はい、まあ、今回ね、初回なんで、ちょっと、うん、まあ、一体何なのかというね、まあまあ、そうね、そうね、作品がちょっとタイトルも長いことで、そうですね、まあ、タイトル聞きゃ大体内容わかるっていう風にはなってるんですけども、はい、一体何なんだっていうのはね、皆さんの中にこう疑問としてあると思うんで、はい、その説明をしながらも面白おかしく楽しく進めていきたいなという風にね、はい、思っておりますよと。はい、はい、じゃあやっていきますか。はい、三軒世界のラジオ、今日から一緒にルームシェア始めませんか。この番組はムービックの提供でお送りしていくよ。三軒世界のラジオ、改めまして斉藤相馬です。石川海人です。さて、まずはね、作品の紹介を、うん、していこうと思います、はい、お願いします。早速ですね、はい、もう一回タイトル言いますから、お願いします、はい、魔王軍の参謀さんと勇者パーティーの賢者さんが幼馴染だったりする世界、ルームシェア1周年記念は、長いね、はい、もう三軒世界ということでね、はいはい、やっていこうと思うんですけれども、ムービックさん、そして我々2人がやっているラジオ、斉藤相馬石川海人のダメじゃないラジオがタッグを組んでお送りする、うん、新たなメディアミックスプロジェクトでございます。はい、グルです。今日そういうワードチョイスしていくね。ちょっと強めの。いや、何が三軒なのかっていうと、参謀さんと賢者さんのうんぬんかんぬんの世界っていうことで、はい、三軒世界っていう略称なわけですね。まあ、やっぱりね、はいはい、長いタイトルでさ、うん、略称があると跳ねるなんてね、うんうんうん、言ったりしますけれども、ね、だから跳ねたいんです。ズブズブの関係でね、やっていこうと思いますけれども、尖ってんな。まあまあ、なんかダメラジの方でね、うん、なんとなくこう話題とかでも、うん、ちょっとなんかそのラジオは一番大事としても、うん、派生して面白いことやれたらいいねみたいなね、うん、言っている中で、まあ、ドラマ CD とかやってみますみたいなね。そう、俺らの職業を思い出したんだよね。そう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 、役者だって。そうそうそう、そうなんですよ。演じないと意味がないっていうことになって、本当にね、はい、なので、そのダメラジのその発言をしめしめと思った人がいたんでしょう、うん、ね、これはなるぞあれにっていう。あの2文字に。あれになるぞっていうね。そうなんですよ、海人君、なので、まあ、原案プロデュースがダメラジっていう形になるみたいなんですよ、うんうん、そうなんですよ。ただ僕らがやりたかったのは本当の気持ちなんで、はい、まあ、そこをね、組んでくださって、それこそダメラジのスタッフさん、そしてムービックさんがご協力いただいて、うん、まあ、こういう風にメディアミックスプロジェクトとして僕らはドラマ CD でお芝居ができると。そうなんです。だから我々本人ということではなくて、はい、キャラクターもいて、うん、声優としてそこに関われるからね。そう、そうなんよ。しかも収録終わったんですけど、はい、その個別に撮るんじゃなくてちゃんと掛け合いで撮れてるんで、はい、もうね、楽しかったね。いや、楽しかった。これは本当に、聞いていただくと分かるんですけど、うん、一緒に撮らないと絶対無理な感じになってるよね。めちゃめちゃ被ってるし。そう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 。だからリテイクとかでごっそりリテイクしないと被りすぎてて不可能っていうね。そうそうそう。でそのリテイクもまた楽しいっていうね、はい、いや、本当にね、そんな感じで収録進めさせてもらってますよと、はいはいはい、ちょっとじゃあ作品のね、うん、ちょっともうちょっと概要を教えてもらってもいいですかね。イントロダクションですか。イントロダクション、わかりました。やらせていただきましょう。こちらでございます。幼馴染のバロムとクラッタはそれぞれ魔王軍の参謀と勇者パーティーの賢者として日々生活をしていた。そんな二人は敵対する立場なのにもかかわらず、一つ屋根の下でルームシェアを始めてもう1年。
そんな2人が普段どんな話をしているのか少しだけ覗き見ることができるちょっと変わったハートフルルームシェアコメディとなっています。ハートフル、ね、まあ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 でもハートフルでした。どんなとこでハモってんねん。俺漫才やってたけど。確かにねかなりコメディータッチですけど、まあいろんな人の欲望が散見されるということなんですけど。おーやってくるじゃん。やめてくれ。作品ラジオでもその刃切れ味なまることなく、テロップつけないでくれ。まあねなんかそのいろいろこう打ち合わせというかね、あのブレストしてる中で、まあ例えばそういうその立場の違うね、2人が一緒に暮らしちゃっていろいろこうまあ愚痴とか日常のことを話せてたら面白いんじゃないかみたいな、ブレスト。いやいやイントロダクションはいけたのに。ちょっと正式名称でブレイン、ストーミング、ストリーミングじゃないんだ。ストリーミング。ちょっと書いてもらおう。ブレインストーミングです、はい、ストーミング、ストーミング。ちょっと記憶力死んでんな。まあみんなでアイデアを出し合ってね、はい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 、やったんですけど、なんと脚本が、うん、はい、天心向井さんが。いやそうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本物のプロの芸人さんにねお任せして、はい、で結構漫才チックっていうかコントチックっていうか、うん、ちゃんと笑える、うんうん、そういうコメディになっておりますんでね、楽しみにしていてください。はい、ではですね、我々がそれぞれ演じたキャラクターについてご紹介していきたいと思います。はいはい、まず私が演じますバロムからいきたいと思います。はい、こちらです。ドドン。はい、まあ、彼はね魔王軍の若手参謀で自称ペーペーと、まあ、あんまりこうなんていうか要領よく穏やかに生きていたいみたいなね、うんうん、すごく出世欲があるというよりは平穏無事に暮らしたいみたいな人なんですけれども、魔王軍にいながらすごい常識人っていう、割とだから真っ当なね、こうどちらかといえばまあツッコミといいますかってな感じの人なんですけれども、まあ見た目もね結構クールっぽい感じなんですけど、まあ、そこまで冷たいっていう感じの人よりはねちゃんと笑うしね、うん、あと結構砕けた喋り方をする時とかもあって、うんうん、まあ、そういういろんなこう表情を見せてくるギャップも魅力なのかななんて思う人ですかね。やっぱり真顔でボケる人は面白いよね。あ強いよね。本当にね、こう表情そんなに豊かじゃないんだけど本気でそれを言ってそうな雰囲気があるっていう笑いがそこにはあるとは思いますね。はい、ありがとうございます。では、はい、じゃあ僕が演じるクラッドについてご説明させていただきたいと思います。はい、はい、勇者パーティーで賢者をやっているんですけれども、うん、まあ、どちらかといえば肉体派、うん、もう筋トレが大好き、うん、はい、ねえ、これはちょっとやったな向井さんと思いましたけど、まあでもキャラですから。まあまあキャラですからね、はい、はいはいはい。でまあなんか賢者って言ったらもう賢者の漢字のごとく賢いもののはずなんですけど、うんうん、あんまり賢くないかも。まああんまりっていうか、おい、いやいや濁してんだろ。なんで俺の役目取るんだよ。オブラートを剥がすっていう。一枚一枚ね。一枚一枚丁寧に剥がしてくなって。はいはい、そう、まあまああんまり頭が良くないかもしれませんけれども、悪いやつじゃないんですよね。そうだね。そう。だからなんか友達にいてほしい人というかね。うん、でなんか割とこう砕けた喋り方でずっと生きながらも真顔でこうボケてるあのバロムに対して、それは違くないみたいな感じでこう勢いよく突っ込むみたいな、はい、キャラクターでございますよと。はい、まあ、そんなね個性豊かな2人なんですけれども、はいはい、なんとこちらキャラクターデザインは、はい、アリクイドーさんが手掛けてくださいました。ありがとうございます。まあ本当にね、うん、なんていうかもう壮大なる癒着ですけどねこれは。いやいやもう癒着させていただきますよ。いやでもなんか本当になんかいろんなねこう案が出た中で、うん、一応こうお願いしてみたいなみたいなね、うん、我々も言ってみるだけ言ってみるかって思っていたところ、本当快諾してくださってありがとうございます。我々の始まりですからね。そうなのよ、アリクイドーさんは本当にね、はい、アリクイドーさんなくして我々こうしてここで喋ることもね。そうなんですよ。まあこの作品もそのダメラジ、うん、ダメじゃないラジオっていうものとこうタッグを組ませていただいてるって、そのダメラジっていうものがどっから発生してるかっていうと、ダメプリラジオっていうものがございまして、はい、それも作品ラジオだったんですよね、うん、でそのダメプリっていうその作品があって、それのキャラクターデザインを担当されてたのがアリクイドーさんなんですよ。そうなんです。そうなんです。だから改めて
改めてこういう機会があるときはアリクイドーさんにお願いしたいなということで、本当にいたしんさせていただいて本当にね、はい、もう ありがとうございます本当に感謝しか言えないね。だからすごいその、うん、ふとしたきっかけでさドラマ CD やってみるぐらいの話がまさかこんなね多くの方にお力いただいて、うん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 、もうマルチメディアミックスプロジェクトですから。いやもう俺らの中ではもうとっくのとおりマルチメディアミックスしてるよね。そうだね、確かにもうすでにそうなってるもんね。いろんな関わりの人が関わって今これができてるから、いや本当にありがたいですよ。ありがたい。なのでね、まあ、先々ねいろんな展開があることだと思いますけれども、うん、まずはねこういう作品ですということをね皆さんにお届けできたらなと思っております。はい、ぜひとも注目してください。はい、ということで三権世界のことが分かってもらえましたでしょうか。これからどんな展開があるのかお楽しみに。三権世界のラジオ、大きな声でタイトルコールありがとうございます。作品の中では魔法軍の参謀と勇者パーティーの賢者が会話劇を繰り広げていきますが、それにちなんで現代に魔王と勇者がやってきたらどんな言葉遣いになるのかをクイズしてみようというコーナーでございます。はい、それぞれお題で出された言葉をソモさんはバロムのごとく、だから魔王軍の魔王っぽく、はいはい、で僕は勇者パーティーなので勇者っぽく変換して言います。それの元のお題が何だったかを相手が当てられるかというチャレンジですね。なるほど、はい、まあでもね、うん、我々やっぱりその、まあ、よくファンタジー作品とかでねやっぱりその勇者軍だったり魔王軍だったりっていうね、はいはいはい、やらせていただいてますから、うん、まあ、意外とお互い汲み取れるんじゃないかななんて。そうですね、ただ僕がやってる勇者は結構ですね魔王っぽいところあるんですよね。出せる技が闇の怒りの炎みたいな感じなので、はい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 、まあ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 、でもまあ勇者っぽくね、だから世界を救うヒーローっぽく僕はやると、はい、で相馬さんは本当に魔王っぽく、どっちかっていうと正統派ヒーローな感じしますけど、まあそうね、でもやっぱりこれをきっかけにね、うん、マルチメディア展開私もしていきたいですから。あ、これをいろんなこうなんだろう、出版社さんとかこうキャスティング権を持ってる方が見た時に斎藤相馬悪役めちゃめちゃやれるんだぞってことはバレちゃうね。いや本当に気づきました。皆さん本当に、お気づきいただいてありがとうございます。めちゃくちゃハードル上げちゃったもんね。まあちょっと ねやってみましょうか。はい、私もねまだまだ正統派主人公できますんで。お願いします。わかりました。でこちらですね、うん、もうすごいですよ、すでに応募フォームから、うん、コーナー宛てのメールいただいてますんで、うん、うわありがたい、はい、ありがとうございます。すごいですね、なんか、はいはい、この世界は早いですね、いろいろと。まあ三権世界ですからね。やっぱそういうシステムがあるんですかね。なんかそういうことですよ、やっぱ異世界なんてもう時空の歪みがすごいから。そうですよね、いろいろあると思いますけども、うん、まあまあじゃあとりあえず私からやってみましょうか。はいはい、こちらラジオネーム私の青い休日さんからいただいた問題です。ありがとうございます。はい、じゃあやってお題がねこちらにあるんで、はい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 、あなるほどね、なるほど、はいはいはい、これはちょっと自信なくなってきちゃったな。ちょっと難しいですね。ちょっと難しいですね。こんなリアクションしてますけど、僕はお題見てないんで分かってないです。はい、まあまあ一回やってみましょうかね。とりあえずね。はい。はい、それではいきます。私が魔王だ。愚民ども、すべての愚民ども、もっともっとだ、もっと私を見ろ。これはライブかな。ちょっと酸欠になっちゃったな、ね、早いな、できないできないできない、できてない、やばいよやばいよ。そうそう、ちょっと結構人前に出るっぽいな。あー、はいはいはい、いっぱいの人が自分を見てる状況ってことでしょ。あー、まあそれはそうだね。うん、うん、すもうだから頭の中ではもうあれしかないので、じゃあやりますわ。じゃあお願いします。はい、このセリフは斎藤相馬のライブだと思います。どっちだろうってあんの。三角かライブだと思います。あー、自分うわー、うっせー。
そんな顔できるのまだ貪欲に欲していこうと思うんですけれども、ちょっとでもねかなり発想は合ってるんですけれども、このセリフはですね、もっとバズりてーでした。あ、まあ、もっと見てみたいなね。なるほどね。いやもうその人となりからそんな言葉が出ると思わないから僕あんまりね言わないタイプなんですけども、穏やかに暮らしたい、そうですね、ひっそりと行きつけの店とかに行きたいというタイプなんでね。そうそうそう、個人経営の喫茶店とかねまあでも発想的にはそういうことでしたけれども、あ、はい、まあ、こういう感じでやっていきましょうか。はい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 、じゃあ続いては僕がね勇者として出題します、はい、ラジオネームシークレットベースさんからいただきました、ありがとうございます、ね、おのおののねパーソナルに合わせたラジオネーム、ありがとうございます、はい、はい、あ、なるほどね。じゃあこれやっていこうかな、はい、どうしようちょっとセリフを考えよう、はい、よしやろう。おー、いけますか、はい、いきます。はい、俺が勇者だ。お前がいたから俺はここまでやってこれた。お前が家にいて温めててくれたから絶対にここに帰ってこようって、このあったけえ場所に帰ってこようってそう思えたんだ。はあ、なるほどなるほどなるほど、はいはい、はい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 、まあ、まず、はい、論理的に考えて、論理的に考えんなよセリフを悪魔じゃない魔法出てる心で考えろ、心で家電系ですか、はいはいはい、だからいやでもこれどっちなんだろうな、家にプリセットなのか海斗くんが自腹で購入したのか、決めました。雪で冷え切った俺の足を温めてくれたお前のその優しさが、はい、いきます、はい、そのセリフは、はい、床暖房最高、正解正解です。何のためなんですかなんか結構簡単にしすぎちゃったから俺の尺欲しいと思って、なんかあの優しさ出てましたよ正直。いやごめんなさい救われました私は本当に。さあもう床暖房でございます。いや床暖房って本当にありがたいですからね、うん、これ逆パターンもやってみたいけどね。逆パターン、俺は魔王でそっちが勇者、ね、床暖魔王っぽく言ったらどうなる、あります、うん、床暖魔王っぽくはできない何なんだよこれはできないよ。じゃあ思いついてから言ってもらっていいですか。ごめんなさい、はい、ということで、はい、どうですか大丈夫そうですか。あ、もうお腹いっぱいだそうですよ。あ、じゃあそのじゃあ今後ねラジオやっていく上で、うん、こう交代交代でね。そうだね、そうそう、次回は俺が魔王やって、うん、そもさんが勇者やるみたいな感じになるのかな。わかりました、はい、よろしくお願いします。まあね、あの作品内のねその、うん、勇者とか魔王がねどんな感じなのかっていうのは、うん、まあおいおいね、そうですね、はい、聞いていただくとして、うん、お楽しみにしてください、うん、引き続きですねこんな言葉を変換してほしいというお題もお待ちしておりますので、うん、よろしくお願いします。以上魔王と勇者がやってきたのコーナーでした。三権世界のラジオ、ここで三権世界からのお知らせです、うん、新たなメディアミックスプロジェクトとなるこの作品ですが、その第一弾としてドラマ CD の発売が決定しました。まあね、割とさっきから言っちゃってはいましたけども、まあまあまあ、まあ、ずっと言ってましたけれどもね、まあまあそれもまた一興ということで、はい、これねあの先ほども言ったんですけども収録終わってますから、うん、終わってます。いやもう終わってますっていうか、まあさっき撮りましたけど、もう直後ですよ克明に覚えてますからね、うん、もう内容を結構強行スケジュールでやるそしてはいはいはい、せっかくなんでなんか、はい、ドラマの中からちょっとだけ内容を聞けるということで。そうなんですか。はい、皆さんにお聞きいただきましょう。いきますよ、せーのどうぞ。ただいま。おー、おかえり。248 249、250、今日の腕立て伏せノルマ終わり。クラッド、今日は帰ってくるの早かったんだね。なあ、今日は仕事が早く終わったんだ。むしろバルムは遅かったな。会議が長引いてね。なんか飲むか。ああ、水もらうけど一旦着替えてからにする。
はい、はい、ということで聞いていただきましたが、ね、まあ我々もね、うん、まだ知らないですからどうなってるのか。そうなんですよ、さっき撮ったんで、うん、僕らはまだ聞いてないですからね、はい、まあ、ただねこういう感じの雰囲気でお届けするっていうのはね、うんうん、分かってもらえたんじゃないかなと思うし、うん、やっぱあんまり他にはないようなね、ね、ちょっとラジオ感覚、そう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 、テンポも含めて、うん、あんだけ俺和速早くドラマ CD で喋ったの久々だもんね。だからその、うん、かなりそのナチュラルな雰囲気というかね、うんうんうん、っていうのがだから2人の会話本当なんか盗み聞きというかね、うん、こっそり聞いてるような感じになってもらえるんじゃないかなと思っております、はい、身近に感じていただけたらと思います、はい、こちらの発売ですがこのあと4月1日の18時に斉藤相馬石川海人のダメじゃないラジオ公式ツイッターの方で詳細をお伝えします。動画の詳細欄にリンクを貼っておくのでご確認ください。はい、以上三権世界からのお知らせでした。バロム役斉藤相馬です。クラット役石川海人です。僕たち2人が出演する魔王軍の参謀さんと勇者パーティーの賢者さんが幼馴染だったりする世界ルームシェア1周年記念のドラマ CD が発売になります。一緒に暮らしちゃいけなさそうな2人のゆるっとしたリリングトークをドラマ CD でお楽しめ。詳しくはダメラジの公式ツイッターをご確認ください。ムービック。さあお送りしてきました三権世界のラジオ、初回も間もなくお別れの時間となりました。あっという間ですね。なんかねいろいろもっと話したいことたくさんあったんですけれどもね、うんうんうん、いや本当に皆さんにね作品のことがお伝えできてたらいいななんて思っております。そうですね、少しでもねこのラジオをきっかけに興味を持っていただいてこの作品知りたいなと思ってもらえたらもう本当冥利に尽きるという感じでございます。はい、そしてですねこの番組なんですけれどももろもろの都合で今回で最終回です。はい、短い間でしたけどお世話になりました。ありがとうございました。本当にねなかなかこう寂しさもありますけれどもね、もうなんか、うん、まだまだ話せること本当にたくさんあるんですけど最終回です、うん、まあただですよ、はい、ただその皆さんのね応援次第では、うんうん、この先またあるかもしれないっていう。いやーありませんじゃあもう A&G プラスでダメラジ聞いてくださいダメラジも楽しいですよ。そうですね、まあ、せっかくねこうダメラジとムービックさんとのこうタッグっていうことなんで、まあ、ダメラジの方でもねいろいろもろもろ喋っていくと思いますんで、はい、まあ、このラジオは今回で終わっちゃうんですけども大変申し訳ないんですけど、はいはい、まあね、皆さんに楽しんでもらえてたら、はい、嬉しいなと思います。思います。それではまたいつかお会いしましょうって書いてあるよ。ほらえやっぱだからあるかもしんないんだって。いやどうだろうね。それでは永遠にさようならやばいやばいやばいダメだって石川ガイドしてるってダメだって汚染されてもうパブリック石川ガイドになっちゃってるからダメだよ失礼しました。危険だからそれ本当に。お相手は魔王軍の参謀さんと勇者パーティーの賢者さんが幼馴染だったりする世界ルームシェア1周年記念バロム役の斉藤相馬とクラット役の石川ガイドでした。バイバーイ、さよなら。とわに。この番組はムービックの提供でお送りしたんだぜ。